今行くわ。幕開けね。だめ。これじゃ遅すぎる。素敵なメロディー。小刀はダメよ。 数よりも出る。見られないようにするのよ。行くぞ。刀を使うか。音を立てるぞ。水のように。 ピストルが使える。突入する。リロード中だ。これに刀は必要。音を立てるな。時間は無駄にしない。ああ、我慢じゃ。何事も優美。 準備はできているわよ。ああ、クマ、聞くんじゃ。よし、分かっとるな。今は勇気づかれない。よいぞ。吠えるんじゃ。命を奪う必要はない。 よくもどってきたのう。行かないの？水のように動け。静かに。準備いいわよ。楽しいわね。神道滅却。重い。計画実行。待っているぞ。音を立てるな。俺が敵の気をそらす。あの音は素手で十分だ。静かに。 おお、面白そうじゃん。分かったわい。一撃で伸びしまった。誰かいるのか。面目ない。出てこい。 仕事だ。ああ、準備完了じゃ。移動中よ。これが探してる馬車か。これは上様のところへは向かわないわ。山の小さな寺に行く馬車よ。うん、いいか。クマ、行け。
何でもかんでも信じるのは良くないぞ。クマ、気を引くんじゃ。あれ、タヌキだ。終わらせてみせる。 おしまいだ。戻らないと。どのぐらいだ。よくやった。静けさが私たちの味方よ。敵の視野に入らないように。確かにそうだな。考えがあるじゃん。できるわよ。 目立たないようにしましょう。そうだね。静かにして。簡単ね。お、そうじゃ。クマ。出番じゃ。謎謎かな。話はまだ終わっとらん。ショーの始まりだ。準備完了じゃ。クマ。ギリギリやった。 雪足。いつでも準備はできている。準備完了。悪いが仕事に戻っていたんだ。襲われたんだ。いきなり襲われたんだ。 我が刃を戸を立てるな。どうかされましたか。静かなもんだよ。お寺へ向かっております。なら検査させてもらうか。ああ、いつものですね。行け、進んでくれ。突入する。 幼児隠れの術。 紛らわしい風だ。どこだ。落ち着け。集中だ。仕事だ。信じてくれてありがとう、隼人さん。正直私たちといてくれるか不安だった。やめてくれ。聞くけど許してほしいな。気になるの。
ただ給金のためだけなのかしら、うん、他の理由があると思ってるんだよ無限も同じことを聞いてきたな答えたのその時は答えなかったお寺平和そうなところねここで積まれた荷物は上様の天幕へ向かうわ好機と捉えてよさそうねヤツらは幕府の相続を殺したのだ正義から逃れられぬ未だに信じられぬ反逆者の畜生め酒京都で陛下をお守りするとは思いもしておらんかった我が刃は鋭い仕掛けがいっぱい猫と鳥おお酒だは今が答える時ねどこに隠れているであろうかどうしてここまでしてくれたのどうして無限様のためにどうしてまだ私たちといてくれるの単に友を助けたいってだけかもしれない京都への道は長い自分の意志だけどどうして今私たちと戦ってくれるの自分で敵討ちをしようとしなかったあんたが正しいからだよ自分のためじゃない無限の望んだことのためだありがとう、ハヤトさん言っただろう、やめてくれよそうだ、うん、いい考えじゃのう柔らかい幕開けねいい幕開けじゃ静かに幕開けたいわ静かにクマ俺死にきるよし、分かっとるな用心深くね敵の視野に入らない水のように動け入る前にマサルを確認しておこう音を立てるな何事も優美ショーの始まりね密かに殺しちゃダメよ我ながら上出来静けさが私たちの味方へ気づかれないまま血も出ないホイルじゃこれは何だ好奇心旺盛だなあ、面白そう計画実行中こここそこそ仕事に戻らないと悪いが何も持っていないんだ
おお、そうじゃ。クマ、止まれ。信じられる。うん。いいか、クマ、行け。誰も気づかんわい。影様は何をしているのか。景色でも楽しまんかい？奴らはバックの総督。準備完了。水のようじいさんは本当に眠らせたんだな。そう、静かにね。さあ、しやし。ああ、考えの間じゃ。賢明じゃのう。うん、いい考えじゃのう。いい策じゃ。待つのって退屈。赤い優雅な解決法ね。そしてね、朝の雪。移動中よ。落ち着け。突入する。集中だ。どのぐらいじゃろうか。クマ、見事惑わすんじゃ。いつでも準備はできている。これ、火の木だ。